はい、ではその次に参ります。次は水道行政の水道管理技術者と職務です。で今、我々は給水装置工事主任技術者にならんとしてますから水道です、ね、管理技術者とは違う資格ですね。水道管理技術者というのは何かというと一番上ですね水道事業者が設置するものです。で我々は水道事業者で設置されるものじゃないですね。水水道工工事事ををすする、る給水装置工事をする業者 にに、まあ、必要なな資格になりますのでそうじゃなくて水道の事業者がで,、ねえー、ですから給水本館から水道をです、ね、供給している、まあちら側の,、えー、人あの業者がです、ねえー、設置するものですよとで職務ですからその下水道施設および給水装置の検査ですね、えーまあ、検査をするとで水質検査健康診断消毒その他衛生上必要な措置をすると。 いうのがまあ仕事ですねまあ検査って書いてありますが水質検査もそうですねで、あと自分の健康診断してあと消毒その他衛生上必要な措置をしますで、その下がですねよく出てきますね給水する水がですね健康を害する恐れがあることを知った時は直ちに給水を停止し危険である旨を周知する措置、えー、まあ直ちに給水停止ですねで危険周知これはよく出てきますねやっぱり命の源ですからねあの ましかるべき対応を取るために一日放置したとかってね間に合わないかもしれないですからもうそれがあるとき知ったときはですね知らないときはどうしようもないですが知ったときはですね給水停止し停止して危険だよというようなことをですねしなければいけませんで次えまあ吹き出しの中ですけども簡易専用水道はにはですね設置義務はありませんということでここの部分ですね水道 簡易水道、専用水道ですけどねで、簡易専用水道はですね、えー、簡易で専用で水道ですから、専用の上に簡易のものは設置義務がないので、えー、ここのところがですね紛らわしいのですね要チェックをしていただければと思います。先ほど、一番最初にです、ね、水道のです、ね、定義がありましたけど、その中、ですね、まあ、水道事業、ですね、えー、あとはですね専用水道には設置が必要ですけども。えー 専用水道は必要ですけども簡易の専用水道はい、ねえー、りませんよということになります。